ケオチャンネルママです。今日はずっと気になってた京都にあるフォトキャンプさんにお邪魔してます。すごい響いてる。ちょっと静かに行きましょうか。じゃあ早速店内行きます。2つ部屋があって部屋で、あっち側はちょっと小物がいっぱいあるとこなんですけど、今人が多いんでこっちから撮らせてもらおう。こっちは何があるんですか？こっちはね、結構大きめの、テーブルとか、焚き火台とかいろいろ展示されてるんで、実際に見ていこう。実際の大きさを見ながら入ってきて、いきなりブラックスミスのこれ多分全製品揃ってやっちゃうかなって思うぐらいめっちゃ並んでんねんけど、いかついっすよね。めっちゃいかつ。こんだけ並んでるとこってあのフィールドスタイルで見たことない。確かにすごない？かっこいいな。これとかもちゃんと、リーネポットデビュー。めっちゃかっこいい、黒で。これはフィールドスタイルで一回見たけど、手に取ったのは初めて。私的に気になってるのはこのマキワグやつな。絶対指大丈夫や。これいいな。いいなって。で、パパさんこれやろ。叫びしい。かっこいいよな。トロッパーさんのウォーカーとラックスです。焚き火シートにしては全然肌触りがすごいサラサラしてる。おしゃれすぎるんですよ。なんかもったいないよな。焚き火できひんかもしれない。実際それ買って引いたらできないってなるかもしれない。でもあんまり汚れへんみたいです。みたいね。うん、伊藤さんは言ってた。かっこいいな、ブラックスミス。はい、トークワークスの観客テーブル天板あるで。珍しくないですか、トークワークスとか使ってる。そう、びっくりしたな。そんなことないよ。あの、奈良キャンプ行き以来じゃない。すごいな、白もある。これきっとあれやね、影が。ライトビームで、すごいと思う。映ってる。夜になったらめっちゃ綺麗なんですよね。あ、確かに暗いとこで。で、ここにな、なんかライトとか置いてたら、ランタンとか置いたら、わーってなるんじゃない？なあ、これ見て、トークワークスのこれ、スライドレール天板キット。めっちゃ滑らかいで。すごいなあ。これさ、ソロの時にあのコーヒーのセットここ入れとったら、ここに出して、これ、うん、コーヒー入れるやん。この黒もまた渋いですよね。うん、かっこいい。これはね、いいっすよ。受注生産みたいです。ぜひぜひ。はい、オンユーザンマイ。オンユーザンマイ知ってます？オンユーライフって。オンユーライフってまだ知らんかったんです。そう、私韓国行った時知らんかった。韓国好きやのに韓国のアウトドアメーカーも知らないと。うん、ほんで失態ですよこれは。ね、ほんでこんなにここで間近に見れるとは思ってなくて。こんだけ並んでて。いや、僕もあのオンユーライフ店舗で見たの、うん、初めてです。やんな、私が見てないだけかもしれない。嬉しい。
めっちゃ揃ってない。めっちゃあるで。かっこいいの黒を基調とした。統一感ある。いや、その椅子もそうなんですね。うん、これも購入です。そうなんですね。だからあれちょっと似てるよね。何だっけ？ブルクリーンじゃなかった？なんかそうですね。だからあのギュラミアウトドアさんはそっちを置いた、うんうんうん、ローマ中あったよね、はい、でポトキャンさんは、うん、オインデルナイフ。いやでも私ここちょっとここのさ素材この前 の, あのゆらぎアウトドアさんで見っけたあのキーノの一部分にこれ似てるやん。これからこれ来るんじゃない。でここにゴールゼロ入れれんねんな。最近なんかこういうサイドテールみたいな、うん、ちょっと丸いの惹かれん。確かに最近なんか丸に惹かれんねん。丸いいよな。丸で黒でみたいなね、うん、かっこいい。で前ね僕あのママさんのために動画撮ってきたじゃないですか。あ、うん、その時に紹介したペトラックスに。あどうですか実際見てみて生で。いやすごいあの思ったより重厚感がある。結構いいっすよね、うん、やっぱかっこよくない。なんかなんていうのマットな感じがかっこいい。マットブラック、うん、ブラックも全部やっぱり重厚感っていうか高級感あるな。値段の割に、ね、値段めっちゃ安いやん。値段安いね。13,800円。安いよな。だってダルトンぐらいじゃない。うんね、ダルトンもそれぐらいだ。うん、めっちゃかっこいいやんか。いや、かっこいいっすよ。うん、こんなん好きやろ。そう、お前はくすぐってきよんね。ここベントラックスさんが、うん、やってくれるな。かっこいい。黒に黒っていうのもまたな。これまた、大きさの2種類あるし、色も3色あるから買うとき絶対悩む。かっこいいわこれ。ね、うちら白しか持ってないけど、白というかシースルー、シースルー、シースルーマーメイド。この前だからさ、うん、あのグルキャンしたときに、うん、赤原さんが、うん、その黒のワンダッチバケット使ってたから、うん、これも絶対買わなあかんなと思って思ってたらまさかコトキャンプされてましたよ。あったな。でもやっぱり黒いるよな。いや、あのいる、うん、やっぱワンポイントではあれ使ったらいいと思うけど、絶対いると思うね、うん、黒はやっぱりマストやと思う、うん、結構だからワットとも結構浮いてるし、ね、浮いてる。結構バリエーションよく作った感じ。タップ全部ワット乗ったのかな。ワット乗ったっす。こんなにワット乗ったらドーンってやってるの、うん、見たことないですね。ないと思う。1段とか2段とかは結構上の方にあったりするけど、じゃあいい。こんなにいっぱい。あ、すごい。このケースのランタン入れたいもんな。ほんで安いね、マットマット。ほんまに買いやすいよね。それ結構大事やな、うん、貧乏キャンパーには。そう、私たちみたいな貧乏キャンパーには。貧乏いうかな、あの節約系キャンパー。節約せざるを得ない系キャンパー。いいか。いや、いいですね、マットマット。うん、シンプルでいい。うん、こっち側にはテントが置いてるけど、小川さんが多いです。大好きな小川さん。でも結構いろんな種類置いてるから小川さん好きにはたまらん場所だと思います。こっちはこんな感じかな。はい、はい、はい、じゃあ次あっち行こうか。行きましょうか。行こう。Selling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is, but you got it. Make up in the morning, you got dresses in your closet. But you grab them tights, you in love with being modest. You a mood body giving center views. I'm just saying I'm amused. But you ain't even flexing.
And you cool, tatted up, cover wounds, different vibe, you know, improve. But you ain't